はいどうも、偉大なる神リーでございます。今回は久々の動画ということでやっていくんですけども、今回はポケットモンスターソード&シールドランクマッチでドラゴン統一へ潜ってみた、やっていこうと思います。それでは早速ですけども、パーティー紹介の方に入っていきましょう。ということでまずは1匹目、ガブリアス。まあ、ガブリアスに関しては、まあ、全環境でもね、サンダーに抗ったりザシアンに抗えたりっていう、まあ、いろいろな利点もあるんで、剣の前を待ってスケールショットを打てれば、まあ、どんなポケモンもぶっ飛ばせると思うんで、こいつは使っていきたい。2体目、キュレム。まあ、ドラゴン枠の伝説っつったら、まあ、ディアルガとか、あとはまあ無限ダイナとか、まあ、あっこら辺が思いつくんやけども、どうしてもね、あの強い氷技を打てるやつが欲しかった。だから今回はキュレムにしたってわけですね。あのホワイトキュレムにしてる理由は、あのブラックの場合やとね、ちょっと物理アタッカーが多くなっちゃうから、まあ、今回は特殊アタッカーが欲しいなって思ったんでホワイトキュレムにしました。3体目、ウオドラゴン。もうこいつはもう言わずもがなの性能、もうとりあえずスカーフで上からエラ紙ぶち込んで全てのクリーチャーを破壊していくということで、こいつには一番期待しています。4体目、パッチラゴン。こいつに関してはなんでパッチラゴンを採用したかっていうと、今の環境ね、多分ラプラスが増えたと思ってるんですよ。でラプラスをその上からぶっ飛ばせるポケモン、ドラゴンでそんなやつおったかなと思ったら、こいつの電撃張り切りくちばしでもうぶっ飛ばそうって、まあ、そんな感じでね、まあ、正直対ラプラス専用機みたいなところはあります。5体目、ラティオス。あのね、強い特殊アタッカー欲しかったんですよ。ウオドラゴンもパッチラゴンもガブリアスも、まあ、物理アタッカーじゃないですか。まあ、それやと、まあ、物理受けポケモンが出てきた時に、まあ、結構きついんじゃないんかなと思って。それやったら、まあ、キュレムと、あともう一体ね、特殊で殴れるやつ誰がおるかなと思ったら、ラティオスがいたんでね、ラティオスを持っていこうと思います。あとは、こだわりトリックで変なポケモンが出てきてもね、詰ませれるように。まあ一応小回りが効く感じで使っていこうと思います。6体目、ドラパルト。まあこいつに関しては全員の補助ですね。まあ居住団とかね、じゃれつくとかね、もうほんま最悪な技がいっぱい多いから、とりあえずこいつのタスキを盾にしてリフレクター、まあまたないしは光に壁張って、まあ電磁波とか巻いたり呪い巻いたりして、まあサポートを完全サポートとかで今回は使っていこうと思います。てなわけでね、まあ、ドラゴンタイプ、まあ、いろいろいると思うんですよ。ボーマンダとかね、あのガチゴラスとかクリムガンとか、まあ、いろいろアーゴヨンとかね、まあ、強いドラゴンタイプもいる中で、まあ、今回はこの6体の選出がね強いと思ったんで、今回はこの6体で潜っていこうと思います。それでは対戦の方へどうぞ。はい、対戦相手が見つかりました。レオンさん、よろしくお願いします。アイテムパーティー、マニューラ、ランドロス、ウーラオス、ガーディー、そうなんす、ザ・セイアンってことで、うわーこれさー、何もかもきついねんけどこれさ、マニューラきつすぎへん？でもな、キュレムが足遅いからな、ちょこれさ、こういけへん。ウオドラゴンで初手からしばいてさ、んでウオドラゴン落ちたら、まあ裏からドラッパルトで壁張ってラティオスで落とすみたいな感じでできへんかなってわけで、レオンさん対戦よろしくお願いします。さあ相手の所定は何から来る？マニューラから来る。オッケーオッケーオッケー。まあそうだよな、そりゃマニューラ出てくるよ。でまあこいつタスキやろうねんけど、マニューラって基本タスキしかおらんよな。これさ、ロックブラストでさ落とせんかな。エラガミよりかはさ、ロックブラストでさタスキ貫通して倒した方が強くね。引いてこない、オッケー。ロックブラスト当てる。1、3、あー怪しいなこれ。この急所に、ちょせはあ、ちょお前ふざけ、あーでも2発だけ、あーロックブラストでいったから、よかった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 。危ねえ。ロックブラストとカウンターの使用に救われたら、一発目のダメージでしかカウンターされないのよ。でここでマニューラをしっかりと落としていく。オッケーオッケーオッケー。でもここはスカーフでこだわってんのはバレてるから、これ裏からザシアン出てきたらちょっとしんどいねんな。裏からザシアン出てきたら、ドラッパに引いてタスキを縦に、オッケーオッケーオッケー。タスキを縦に、ま、
球振り S 全然振ってないザシアンやったらいける。でここでドラパに引いて、ここでドラパに引いて、ドラパが上取ってるんであれば、ザシアン、ウオドラゴンでも抜ける可能性があるってことやから、オッケー、じゃれつく、当たる、まあまあ、これは全然よくて、最後、裏どうするかやねんな。これ、電磁波巻いても、ぶっちゃけ意味ないのよな。だからここは耐久ぶりのことも考えたら、この呪いで退場した方が強そう。ザシアン引っ込める、マジか、そうなんす。あーこれでかいやろ、ここ呪い入るのでかくね。あえてこれなんで引いてきたやろな、ドラパルトキャッチして何がしたかったやろ。でここミラーコートとかされたらめんどくさいねんけど、まあトリックつか、いやここラティオス出してトリックでしょ。で呪いダメージが2回入るから、仮にここ、あーでもここさトリック刺してさ負けたらやばいよな。サイコキネシスマジカルフレーム、どうしよっかな。ここエアスラの無限ひるみ編にかけてもええねんけど、ここカウンターされて、いやでも相手もこれダイマックス切られへんわけよ。だからここさ、そうなんす削って、ここトリックして、そうなんす縛って、まあ、ボコボコにするっていうのも考えてんけど、いや、ここアンコール打たれるのは負け筋やな。だから、ここはそうだな。エアスラとマジカルフレームどっちが入るかっつったら、まあ、マジカルフレームの方がザシアンに引いてきた時のケアが効くから、マジカルフレームやっていこう。あ、そうだよな。オッケー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 。ザシアンが出てくる。これ、巨獣一発で落ちんのかな、刀の剣。まあ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 、メガネマジカルフレームでどこまで入るかやねんけど、いやーこれはどうだ。これさ上取ってることはないと思うねん、さすがに上からジャレ打たれてって感じやねんけど、まあ落ちます。はいはい、まあ、この急所は関係なくて、これダイマックス切っとったら、無駄にダイマックス切ったことがあったからあれやってんけど、だここでウオドラゴンが上取ってるかどうかにすべてがかかってんねんな。さっきザシアンの上取ってたから、ワンチャンある。だからここをエラ神でしっかりと落とせたら勝てる。どうや、相手のザシアン最速か、最速じゃなかったら、俺の勝ちやと思うけどな。いや、ここエラ神、エラ神で絶対勝てるから、さすがにそうなんす。一回削ってたらエラ神2回で落ちるっしょ。あ、落ちるよな、落ちるよな、落ちるな。なにこれ。これカウンターでもしかして負け？うわ、ちょっと怪しくない？この HP ちょっと怪しくね？ちょっと待って、この HP ちょっと怪しいねんけど。待って。落とせるよな、これ。呪い一回入れとった分のダメージ結構、でかかったりする？頼む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 。そうなんす、ダイマックスしてもさ、全部ダイボールやろ。攻撃技ないからさ、ウオドラゴンのエラ紙2発で落とさせてほしいねんけど。頼む。オッケー、コウさん選ばれた。よーし、レオンさん対戦ありがとうございました。なんとかなるもんやな、ドラゴントワイス。意外といける。いや、嘘。めっちゃきついけど、めっちゃきついけど、噛み合いの K でいけるわ。貯水じゃなかったらワンチャン。頼む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 、終わったこれ何、人になれる、何ラッキーはまずいって、ちょっと待ってこれガムやったら勝ってたやん。よしよしよし、こうだこうだこうだ、よし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 、いける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 、こっから押していくぞ。もうこれでいこう、これでいこう、これでいこう。あー、ちょっと待ってマジで最悪や。こう動かなかったらどうやってか、もうラッキーに詰まされんの最悪やねんけど。あ、まあまあ冷凍ビーム、こう凍ったらクソやから、凍ったら俺もう今日は対戦終わるわ。急所、まあここどうでもよくて、まあ助けで耐えて、あーい、ざけんなよバカ誰が、はーい、なんかの間違いで上取っとけ。
まあそうだよ。はい、対戦アイテム方が見つかりました。8割さんよろしくお願いします。アイテムパーティーはチラチーのエルフーン、メタグロス、リザードン、ガブ、ザシということで、どうしよっかなこれ。エルフーンの壁展開結構きついな。まあでもそこはでもウオナラゴンで、とりあえずさ、でもほとんどのやつウオナラゴンで倒せるくらい。これ初手さ、キュレムでいってさ、いやでも初手のリザードンに対してきついか、どうしよっかな。パッチラゴンもな、大して今回役立てへんから、キュレムガブ出す必要がなまるでない。エルフーンがやっぱきついからな。だからウオナラゴンは確定なんよ。ラティアス、じゃあラティオスか、ラティオスを出すかどうかやねんけど、ラティオスな、ダイジェット積んで上からマジカルフレームとか打てば強いから、まあ出してもいいんやけど、まあ出すか。やべ、間に合ったよなこれ。これガブで行くんやったらマジ負けやねんけど、まあなんとかしよう、とりあえずなんとかしよう。というわけで8割さんよろしくお願いします。相手のパーティーは何これ、クリチラチーノ、ラティアスから、ラティアスじゃない、キュレムから入っていけると。どうしようかなこれ。ダイマックス効いたさはあるけど、いやダイマックス切らんでもええな。ここはもう吹雪で仕分けに行くか。スキルリ種マシンガンとかスイープミンターやろ。いやからさすがに耐えると思うけどな。さすがにキュレム一撃で落とせる技ないよな、チラチーのことには。タスキか王者の印かかな。王者の印で無限ひるみ編やってくる。あー待って、ロックブラスターあれやんけ、忘れてたわ。負けるかもしらん。この勝負終わったかもしんねえ。かといってここでラティオスに引くのも無理やからな。まあ、ロックブラスターそうだよな。あー耐えるわ。だからこれ王者の印持ってなかったらいける。チラチーノ落とせるよな、こんなやばいやばいポケモン絶対落とせると思うねんけど。本命はラティオスで吹き飛ばすことやから、あオッケーオッケー、まあ、とりあえずまあ11交換はしたけど、まあ、伝説枠じゃないねん。今回はラティオスでダイジェット積んで、まあザシアンワンチャンなんとかならんかなみたいなこと考えていきたいっていうのがコンセプトなので、これが最速やったらでもそもそも負けなんですわ。まあ、とりあえずここはクロスフレーム打っていくか。うん、まあ、相手ジャレかなんか打ってくるやろ。ジャレか巨獣山か知らんけど、ああさすがに巨獣山かな。うん、巨獣山打ってくる。でまあキュレムは落とされるけども、こっからよ、こっからなんすよマジで。ウオドラゴンでとりあえず最速チェック、最速かどうかチェック入る。で今回はまだ負けじゃないから、負けには直結してへんから、とりあえず上からお祈りエナガミで、とりあえずザシアンを吹っ飛ばせる。 OK、 これでザシアンは吹っ飛んだ。えっ耐えるの、てか相手インファイト来てんの、何これ石化持ってんの。石化持ちはちょっとめんどくさいねんけど、えなんでインファイトなの。え何、じゃれつく切ってんの、もしかしてじゃれ切ってるタイプのザシアンやったら。ああ石化持ちか、石化持ちはめんどくさいな。でもここでラティオス、まあ、巨獣山耐えてくれ。それしか言うことがねえ。巨獣山をお前は耐えろ、じゃれつくも耐えろ、全部耐えてくれ。でインファイトで下がってるから、ちょワンチャンなんとかならん。さすがにさ、最速ラティオス以上は抜いてる調整やと思うけどな。なんとかならんか、耐える、まずは耐えることが前提。大ボール、ダイジェット大ボールで次流星群とかでもよかったんけどな。いけるかな、なんとかしろ。あ上取ってる、そもそも上取ってる。これあれか、 HA ベースか、多分そのレベルやんな、多分そのレベルで振ってるわこれ。あちょっと待って、俺今回さラティオスにさ流星群覚えさせとったっけ。
俺なんかドラゴン技いらんやろ言って切った気すんねんな。あーまあ最大火力出せるやつがサイコキネシスしかないかもしれん。エルフン、はい、あエルフンやったらいけんじゃない。ダイバーンダイバーンでいけるくね。うん、とかこれダイジェット積んだから絶対上取ってるはずなんだ。あーいたずら心はちょっとめんどくさいけど、でもいたずら心でもさあれやん、これこっちが一生攻撃し続けとけば相手はもう耐えられへんから。ダイマックス、あそういえばダイマックス残ってたな、お前そういえばダイマックス残ってたわ。エルフでもエルフーンがさラティオスさ一発で戻すこと不可能じゃね。まあ、S116 やからなんかダイジェットダイフェアリーとか打ってきたらめんどくさいけど、エルフーンってダイジェット覚えんの。まず、あ、そっかやねんけど。ダイウォール、あーなるほど。いやーダイウォールかー、ちょっとめんどくせえな。ダイバーン、まあダイバーンの方がいいよなこれは。さすがにさすがに2連ダイウォールは決まらんでしょう。エルフーンのやばい耐久やったら、あ、オッケーオッケー、これマジカルフレームの、メガネマジカルフレームの落とせるな、あれで。おい、やっと勝ったって。おい、フェアリー2枚構築に勝てたぞ。いや、ドラゴン統一でもやれるって。いや、まだ勝ったかどうかわからんけど、さすがにこれは勝ちやろ。勝たしてくれ。ちょ、そろそろ勝たしてくれ。俺、もう心が折れそうやね。頼む。マジカルフレーム。オッケー、危ねえ。わかった。この急所有効かもしらんけど、もう知らん。もう知らん、さすがにもう知らん。めっちゃ頑張ったね今回。というわけで8割3対戦ありがとうございました。いやドラゴン統一はね今の環境に合ってない、絶対に合ってない。ザシアンがいる以上ね、この苦行をやるときはね、もう皆さんも覚悟してやってください。ドラゴン統一はザシアンが死ぬほどきつい。まあでもね、それでもウオドラゴンとかで全然見れるんで、やりようはあるんでね、まあ、ぜひとも、いろいろパーティー考えて挑戦してみてください。というわけで、ここまでのご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。